はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回は、前回、身勝手の方に挑戦していったんですけども、まあその結果は、前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。今回はね、もう一個のベジータの方を、狙っていこうかなと思います。ベジータもね、本当にいい性能ですもんね。それこそ防御が高いっていうのもありますし、あとはそうだな、確定回心、高確率回心だったかな、そういった結構強いところもあるので、あとハイナルエクスプロージョンね、全体攻撃だからやっぱめちゃくちゃあれは優秀だと思いますね。やっぱベジータの方もね欲しいんで、というかね、まだ身勝手引けてないんやけどねで、ベジータの方も、それこそね、ピックアップが優秀なんで、狙っていきたいなと思い、引いていこうかなと思いました。はい。それで、ベジータの方の、ほら、ベジットとかいるんですよ。このベジットぶち壊れてるからね。なので、めちゃくちゃ欲しいなというところで、引いていこうかなと思いました。はい。では、早速引いていこうかなと思います。まあ、さっき見えたかもしれんけど、まあ、50個貯めて、ちょっと引いちゃったんで、身勝手の方。まあ、もちろん出ませんでした。はい。では、早速引いていこうかなと思います。レディーゴー。はい。じゃあ、どうかな。まあ、一応、こんだけ、まあ、180個あったけど、もう、これだけ引けたら、これだけで引けたら、終わりにしたいなと思います。まあ、LR をね、なんとか引けたらいいかなと思うんですよ。まあ、LR を引いて、まあ、それで気持ちよく終わりたい。まあ、最初はダメですね。こんなもんでしょう。はい。じゃあ、見ていこうと思います。レディーゴー！うん。そういうことね。はい。一バチでした。一バチ。渋いねー。渋いぜ、今回。本当に出ねえ。身勝手も出ねえけど、ベジータもやっぱ出ないね。なかなか出てくれんな。まあ、これ動画撮ってる時はね、あるあるなんだけど出ないんだよね。まあ、動画外で引いたりとかしたらね、ひょこっと出たりするんだよね。ちょっとバナーから入ろう。バナー作戦発動や。さあ、頼むぜ！レディゴッ！お、来た！これで終わりだ、来たよ。しかも法則崩れなかった、今。18号と、ね、5点やから全然関係ないもん。ゆかりのあるキャラクターで、これで終わりだならわかるけど、法則崩れは多分熱い。熱いよ。頼むぜ。うーわ、マジで。いや、ベジさん虹なんだよね。いや。いや、虹なんだよ、あなたは。くっそ。マジで。悔しいな、畜生。いや、渋いぜ。出ねえな。いやー、ちょいちょいやな。いや、ベジータもこんな結果になっちゃいましたね。いや、いかんよ、これは。いやー、きつ。いやー、虹 LR はきついですよ、ちょっと。はい、ちょっとこんな結果で終わっちゃいました。はい。出らずじまい。LR1 枚出たけどね。でも虹です、あのベジータ。というところで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また動画出すか分かりませんけど、動画出したら見てください。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。ちしょくそー。